こんにちは。熱海市内の JR 木の宮駅にやってまいりました。この木の宮駅ね、去年だったかな、車椅子の活動家がここで騒ぎましてね、それ以来すっかり木の宮のイメージが悪くなってしまったんですけれども、気を取り直して不思議な街歩きをしてみたいと思います。まずは木の宮神社方向に向かいます。この駅でね、車椅子利用できるのかとか言って活動家が騒いだんですよね。まあいいや。熱海はね、とにかく土地が狭いので歩くのは気をつけてくださいね。東海道本線の歴史ある雰囲気のトンネルをくぐりまして、木の宮神社の方向に向かいます。まあ今日どんな街歩きをするのかというと、まあ、熱海の木の宮は場所はこんなところなんですけれども、この木の宮駅あるいは日の宮神社のあたりからですね、非常に急峻な川が海に向かって流れておりまして、ここ日の宮神社ですね、この川糸川って言います。全長が約3キロの川なんですけれども、熱海市内中心部をすごい急流となってね、太平洋に注ぐ川なんですね。この川沿いに面白い集落が形成されております。それを見ようというわけですね。なおその家々をですね、見る前にですね、木の宮神社のどこか後ろの方にあると言われているあのスピリチュアルの江原さんの現在のご自宅をちらっと見てですね、そこを起点として街歩きをスタートしたいと思います。では JR のトンネルをくぐりまして、くぐったところ、これこの上は東海道新幹線ですね。このすぐ下に木の宮神社があります。神社の参拝は後にいたしまして、まずは江原博之さんの熱海のご自宅に向かって歩いていきます。神社横の急坂をぐいぐいと標高を上げてまいります。こう見ていただくとね、いかに坂道が急なのかが分かりますよね。熱海の特徴ですよね。そして途中、崖にへばりつくような一戸建てを見つけて思わずカメラを向けました。背後にマンションがあって、このような一戸建てがあって、このすぐ下に糸川が流れてるんですよね。ものすごいですね、この迫力が。そして江原さんのご自宅のすぐ近くから熱海の海を眺めてます。湯煙が上がってますね。熱海は温泉がいいですよね。江原さんのご自宅からやはりこういうふうに太平洋を望むことができるんでしょうね。そしてここが江原博之さんのご自宅の門ですね。まあ当然門以外は何も見えないので Google の力を借りてですね、上空から眺めてみます。古民家を改造したという自宅なんですけれども、この自宅のまあ内部というのかな、庭園の様子がわかるホームページがありましたので、それは概要欄にリンクを貼っときます。ピンクのハート型に見えるものが映ってますよね。これツツジですね。ちょうど花が咲いている時に Google が航空写真を撮ったんですね。すごいですね。さすが江原さんらしいですよね。偶然とはいえね、綺麗ですよね。はい、ということで門の前ですね、小生庵という名前がかかってますね。はい、江原さんの自宅を後にしまして、木の宮神社に戻ってまいりました。木の宮神社をですね、まあ、参拝といいますか、まあ、ここに来た私の最大の目的は日本三大オークス、まあ、クスノキですね、
の日本で2番目に大きなクスノキが御神木としてここに存在するということなので、まあ、それを見に来ました。ここが本殿ですね。ちょうど初詣のお客さんがたくさんいらっしゃいました。そしてこれが樹齢2000年以上と言われる国の天然記念物、紀宮神社の大楠ですね。周りをぐるりと一周できるようになってまして、その迫力に圧倒されますね。なお日本で2番目に大きなクスノキだそうで、ちなみに一番大きなクスノキ鹿児島県にございまして、その映像別動画に撮ってございます。合わせてそれもご覧いただければと思います。この木の裂け目とかもすごい神秘的ですよね。なんかここにテント張って一晩過ごしたいって感じですね。木の精霊となんか一体化しそうな、そんな雰囲気ですね。そしてこのクスノキ御神木のすぐ下をですね、糸川が根を洗うかのごとく急流となってね、流れ下ってます。この糸川をどんどん上流に登っていくと江原山地があるんですけれども、江原さん家のすぐ近くを流れて、この大楠の根元を流れて太平洋に注ぐわけですね。すごいですね糸川。ちなみに紀宮神社を出た糸川はこの道路の下を暗渠となって向こう側に渡ってます。はい、こちら側ですね。道路から橋から下を覗いてみると、こんな急な川になってですね、凄まじい急流で太平洋に注ぐわけですね。そして驚くのはここからです。こんな糸川の急流のですね、両岸に家が立ち並んでいるわけですね。その一軒目がここなんですけれども、あいにくここは廃屋になってしまっています。暗渠から出てきた糸川が思いっきりこの家の下にぶつかって流れを左側に変えているわけですね。ですから大雨の時などはおちおち寝てもいられないという雰囲気がしますね。これから私はこの糸川に向かって、下流部に向かってね、歩いてまいります。このようにまだ住んでいらっしゃる家がたくさんございますので、その様子を見学しようと思います。少し場所を変えて、先ほどの廃屋ですね、ここずっと糸川がほとんど滝のような状態になって流れ下ってますね。谷筋ですからほとんど日が当たらないです。日の当たるところはマンションが建ってしまっているので、あいにくもう日中はずっと日陰って感じですね。でどんどん下っていきますと、ここにも岸にへばりつくように一軒家が建ってますよね。あとでこの一軒家の向こう側の道路のところにも行ってみます。でどんどん坂を下って、この坂は宮坂というようですね。紀宮神社の参道という意味合いなんでしょうか。宮坂を歩くだけでも結構面白いです。こういうふうに、まあ坂のね、途中はもう崖状態ですよね。そこにへばりつくようにこんなリラ美容室とかね、なんか昭和レトロな感じの美容室、まあ営業してませんけど、そういうお店をね、眺めるのもいいもんですね。やはり急峻な場所ですから家を新しくできないんでしょうか。とにかく古い家屋がもう非常に多いです。この熱海電線さんの店舗なんかもね、もう見飽きないですよこれ。はい、先ほどの一軒家のところに来ました。こんな感じで糸川が流れてるんですね。糸川上にせり出すように家が建てられてますね。こちら側が下流部ですね。で下流部をどんどん歩いてって、
向こう側に熱海電線があるわけですけれども、ここにも廃屋がありますね。やはりちょっと暮らしにくいんでしょうね。熱海の伊豆山で土砂災害がありましたけれども、とにかくああいうのを見てしまうと、まあ、こういった立地は非常に怖く感じてしまいますね。ここも廃屋か。この熱海電線のあたりのですね、糸川沿いの家屋群、これはね、もう絶景ですね。この辺りの風景は糸川が思いっきりこの一軒家にぶち当たってる感じがして、これはもうほんとね、一見の価値ありですね。ほとんど芸術作品と言ってもいいんじゃないかというような立地ですね。私はここで10分ぐらい見とれてました。全てが素晴らしいって感じです。川沿いの道をどんどん下るわけですが、この道の両サイド、本当にね、いい味出したお家がたくさんありまして、もう崖沿いにへばりつくようなね、古い物件、本当にアートですよね。この右側の家もね、川沿いにへばりついてるわけですよね。郵便ポストもいい味出してますね。で、もう一回糸川を眺めると、上流部を眺めます。そうするとこういうふうに河川にせり出すようにして建てられたお家を見ることができますね。すごいです。よくぞ建てましたね。お見事です。感動すら覚えますね。下流部に向かっていって特徴的なお家はここが最後になりますかね。でもあれですね、川のせせらぎの音をね、ずっと聞きながら暮らすっていうのもなかなかおつですよね。耳に心地いいと言いますか、自然の音がずっと聞こえてるわけですよね。ですからなんか、なんだろうな、結構穏やかに暮らせるのかもしれませんね。まあ、スピリチュアルでもないですけれども、なんかヒーリングっていう感じでね、すごく案外暮らすと気持ちいいのかもしれません。この位置にお寺さんが2軒並んでるんですけれども、まあ向かってこの右側と左側があって、で左側は温泉寺という、まあ、熱海って言ったら温泉ですけれども、温泉寺というお寺さんですね。どんどんと下流に向かいます。この辺りから急流が随分傾斜が緩くなって、海に近くなりますと桜並木になりますね。この桜並木は割合と穏やかな表情を見せてくれます。なんか荒れ狂った糸川がこの辺りまで来て、ようやく一息ついてやれやれといった感じで太平洋を目指すと、そんな雰囲気ですね。
右側に魚屋さんなんかも出てきまして、なんか海の近くっていう感じが、そんな雰囲気がね漂ってきましたね。スナックキューティー、名前がいいですね。キューティー。熱海市内はね、古いお店もたくさんあって、お店を眺めるだけでも面白いですね。いよいよ海が近くなると、糸川の川底にこうして降りることができます。このまま海まで歩くことができます。花が咲いてて綺麗。熱海ってあったかいんですよね、なんかね。このまま海まで歩いてきますので、ご覧になりたい方はね、適当に映像を飛ばしながらでも見ていただければと思います。上に上がってきました。右手に見える鎌倉御殿、ここは鎌倉御殿、鎌倉殿の13人って感じですね。去年だったか一昨年だったか、そのくらいまではこのソープ営業してたと思うんですけれども、ついに力尽きましたね。もうちょっと映像をきちんと撮ればよかったんですけれども、ソープの物件にカメラを向けてるっていうのがね、ちょっと気恥ずかしくて、このぐらいにしか撮れませんでした。糸川を巡る旅の最後は廃墟ソープで終わるっていうことですね。そしてここで太平洋と一体化します。やっぱり海はいいですね。広々としてて気分が爽快って感じですね。ということで、紀宮神社周辺糸川を下る街歩きでございました。なかなか今回も楽しかったです。動画をご視聴くださいましてありがとうございました。